スーパーボールガールズ、星に、根性のない人族のリーマンが主人公。いわゆる、玉の輿と結婚して専用主婦したい、とか空から美人のメスが降ってこないかな、とか思うタイプの人族のオワコンがクリスマスの日にジャックポットが当たって、スーパーボールが空から降ってくる。そのスーパーボールがなぜか人族のクッソ美人のメスに変化して、そのクッソ美人のメスとキスをすると増殖するという漫画。このクッソ美人のメスは個性が存在し、ほぼ全員常識がない。チョコレートを食べると溶ける。体が損傷しても戻る。身体能力が念能力者並みに高いという爆弾であり、危険物、しかも色っぽいことをしようとすると増殖するというので色っぽいこともできないみたいな感じ。この宝くじの一等のような危険物を手放したら一生もう自分の人生はいいことが起こらないだろうと理解している主人公はこのクッソ美人の危険物と危険なゆるハーレムをするという漫画。作画担当に平本明というクッソ激烈にエロい作画のお上手な作画担当をつけており、エロさやフェチの表現がお上手すぎてクッソ激烈にあんこが震える。作画担当もエロスとバイオレンスが好きっていう構図かなのでいいチョイスなので。とにかく、この作画担当の尋常じゃない作画力をたしなむ作品であり、シナリオ担当を別にしたことでエロい描写を描くのは得意だけどシナリオやオチが得意でない平本明のポテンシャルを十分に発揮できるべねなく見合わせ。